ピネスです。よろしくお願いします。ハピネスのこんなに可愛いお嬢さん方がいるんだったら、サンドイッチマンはいらないんじゃない。いらないってことです。いらないはおかしくないですか。あの、ね、楽天イーグルスのお楽しみ会じゃないんだから、はい、分かってますよ。思ってません。こっちもね、今年6位でしたからね、いやね、僕らも大好きですから、シルク・ソレイユが、さやかさん、いかがでしたか。もうすごく緊張感があるステージで、ついつい息を止めてしまうぐらいすごくすごいなと思いました、うん、でぜひたくさんの皆さんにもこの感じを味わってほしいなと思いますし、本当のとってものステージで皆さん、あの、私たちもこれを 見させていただくのがとっても楽しみです。どうしたどうしたどうした。うまい、聞かなかったことにしましょう。とっても楽しみ、とっても楽しみです。なんでしょうね。もう言うなよ。まあ我々はあの再来年の仙台公演までしっかりですね鍛えて、なんとかこうワンシーンでもね、楽しんでいただければ。ワンシーンでもなんとか出ようとなさってるんですね。やっぱりそれはね。さあ続いてハピネス代表していただいて、藤井さんお願いします。はい、そうですね。私はあの応募にも見に行かせていただいたことがあるんですけど、今回のトーテムもすごく迫力があって、すごいなんか人間離れしたようなパフォーマンスがすごい魅力的だなと感じたので、今日の VTR だったり、あの実際に演目を見せていただいて、すごく楽しみな気持ちが湧いてきたので、私たちもハピネスも一生懸命盛り上がれるように、トーテム楽しんでいきたいと思います。どうしたどうした、なんだ、トーテム楽しんでいきたいと思います。